でですね、一流企業の2年目から3年目のベースアップ額について話したいと思います。はい。ね、本人給が、11万5千円、職能給が5万4千円、業績給が1万4千円。で、合計が、18万4千円ですかね、基本給合計。はい。で、こんな感じで手当がつきまして、23万円で、まあ、こっち、まあ、控除金額引かれて、まあ、最後は17万2千円ですかね。17万2千円支給額。はい。右の方が、次の年ですね。まあ、本人給11万7千円、職能給5万9千円、業績給1万1000円、基本給の合計が18万7千円ですね。はい。で、こちら控除金額などいろいろと引かれまして、まあ、合計18万1000円ですかね。18万1000円。17万2千円から18万1千円なので、まあ、9千円ぐらいのベースアップですかね。はい、終わります。